勘違いしないでくれる？私は観客よ、観客！ペアトに招かれて、そのゲームを見物に来ただけの客人よ！その私が、なんであんたたちのために命までかけなきゃなんないわけ？ヘンジが帰ってきたらハッピーエンド？バカじゃない？怒り狂ったベルンとその軍勢が、一気になだれ込んできて、ブチッと潰されておしまいじゃない！私がここにいる理由はたった一つよ。それは面白い物語が見られると、そこのリオンに啖呵を切られたから。ええ。そして私はもうじき、最高に面白い物語が見られることを信じて疑わないわ。それは背水の陣でベルンの軍勢と戦って、一人また一人と散っていく悲しい悲しい物語。全員に散り際の見せ場がありそうだもんね。それを間近でもうじき感激できるのよ。あんたたちはもうじき、みんな死ぬの！でも私は違う。私は観客よ！客人よ！あんたも一緒に死んでくれなんて、言われる筋合いはこれっぽっちもないんだから！ごめんね。私ってば最高に格好悪いわ。そうよね。ここで私が任せておきなさいって胸を叩いたら、私の人気はうなぎ登りで、次の人気投票はトップ3くらいに入っちゃうかもね。でもね、私はあんたたちと違って、物語の登場人物じゃないのよ。死ねないのよ。あんたたちが深夜に、クライマックスはこれからだとか言い込んでるけど、私は明日、月曜で学校で、日直で朝は起床が早いわけよ。住んでる世界が違うの。だからさ、私をさ、すまん。俺たちにできることも尽くさないのに、あんたにだけ何かを失うように強いるのはフェアじゃない。俺たちはここで戦い、最後の一秒までここを守る。エンジェが一なる真実よりも俺たちを選び帰ってきてくれるかもしれない奇跡を信じて、それも尽くさないのに、あんたに俺たちと一緒に命を捨ててくれなんて頼めるわけもない。バトラ、見張りの二人と交代してくれ。俺が奴らと戦う時の先陣でありたい。それが今すぐ俺がラムダデルタに見せられる俺の決意だ。わらわも行くぞ。お師匠様はラムダデルタ教に新しいポップコーンを頼む。デアト、エンジェは必ず帰る。信じねば実る奇跡も実らぬというもの。くじを買わねば当たることもないのだからな。みんな、戦いに備え、何かの準備をしよう。賛成だぜ。ここでうつむいてたって、バカバカしいぜ。そうだな。最後くらい、景気よく行こうぜ。エンジェちゃんの帰る場所を、守らなくちゃ。私たちも作戦会議が必要です。そうだな。カグに、ブグに、悪魔に、異端審問官だ。このチグハグ連合軍でうまく連携を取らなきゃな。さあ妹たち、休憩の時間は終わりよ。シエスタ対キリス。
の紅茶ね。インスタント？それともティーバッグかしら？おや、どうしエヴァもいかがです？カップはないのでロートになりますが。ベルンカステルの様子はどう？未知なる真実の書の封印を解くのにまだだいぶかかるのかしら？それを伝えに来たのよ。封印が解けたそうよ。おめでとうございます。いよいよですね、あなたの人生のピリオド。鍵を持ってベルンカステル卿のところへお行きなさいな。使い魔の猫が案内してくれるわ。わかったわ。じゃあちょっと行ってくるわ。短い間でしたが楽しかったです。同族嫌悪って感情を知ることができる貴重な時間でした。私こそ次に会えたらどうやったらこんなにまずく紅茶が入れられるのか、ぜひ秘密を教えてほしいわ。嬉しい？私が12年間ずっとずっと隠して意地悪してきた秘密がいよいよ知れて嬉しいわ。まあ、今ならエリカの気持ちがわかるわ。あんたが死ぬまで守った秘密を暴けてあんたに一矢報いてやったって気持ちになるもの。それは気持ちのいいこと？多少はマシって程度だな。自分の人生は自分で選択しなさい。過保護なおばさまだことで。私は式典の様子を見に行くけれど、あなたは？もうじき出陣の時間ですので船に向かいます。手土産にはベアトの屍を、腹渡はパーティーに、私は皮をもらえることになってますので剥製を作りましょう。これで謎のベールに包まれた六軒島物語もおしまいね。すると、その駒であるあんたもおしまいになりますね。私はただの駒よ。駒の役目はゲームが終わるまで自分の役目に忠実であることだわ。ゲームが終わった後のことを考えるのは駒の役目じゃない。そうですね。それは私も同じです。お互い。今のこのひとときを楽しみましょう。では、私もこれで失礼します。じゃあね。お仕事頑張ってね。いやあ、大月教授。おお、これはこれは前回のコンベンション以来ですな。しかし本当でしょうか、後ろ見やエヴァの日記帳が実在したなんて。いい、私も噂には聞いておりました。
後ろ宮エヴァが死の直前に隠したとささやかれる秘密の日記。彼女は六軒島の真実をそれに密かに記していたと噂されます。まるで王様の耳は老婆の耳ですな。人は自分しか知り得ない秘密を穴を掘ってでも口にせずにはいられない悲しい生き物なのです。何でも聞いた話ではドバイのコレクターが1000万ドルで買収を持ちかけてるとか。それはすごい。それだけ六軒島ミステリーが魅力的なことの証左ですな。いかにも私が八条東也です。先生は過去のサイン会においても影武者を立ててまで姿を現すことを拒まれてきたわけですが、それが今回こうして姿を現されたのはどういうご心境の変化からでしょう。六軒島の魔女伝説は無限の物語を生み出してきました。それが終焉することの意味を考えれば、遺書作家としての先生はネット上で真実に至ったと公言されておりました。それはつまりもう先生は日記の中身をご覧になっているということなのですか。そしてそれはもうじき皆さんにも公開されることとなるでしょう。こう言ってはなんですが、日記の中に記された内容が真実であるとの保証はあるのでしょうか。個人の私的記録に過ぎないといううがった見方もあるようですが。いいえ、私が保証します。日記には真実が記されています。これにて八条先生の会見を終了いたします。報道各社の皆さん、本日は誠にありがとうございます。引き続きまして後宮エヴァ氏の日記の撮影時間に移りたいと思います。以上で会見を終了させていただきます。それでは皆様、会場の方へ移動をお願いいたします。楽しめた？疲れる。だが悪くない。それにしてもこの日記は重いな。
私は少し控え室で休ませてもらおう。出番なんてすぐよ。休んでる暇なんてないでしょ。では休むと言わず、久しぶりの興奮をかみしめる時間が欲しいと言い直そう。この本借りるわよ。エンジェに一番に見せる約束をしているわ。そうか、ならば好きにするがよい。遅くなったわね。ごめんなさい。ほら、持ってきたわよ。一なる真実の書。触れてもいい？お好きになさい。これが、エヴァおばさんの日記。そうよ。その中に、あんたが知りたかった、一なる真実が記されているわ。鍵は、持ってるわよね。ねえ、ここに。せかさないわ。あなたの心の準備がついてから開けるといい。この中には1986年10月4日と5日に何が起こったか記されているのよね。そうよ。あなたが命と引き換えにしてでも知りたいと願った全てがね。あんたがその鍵で選択をしたから魔法が一つ消えたのよ。何の魔法？バトラが言わなかった。その鍵はあなた以外の誰にも渡すことはできないって。そのあなたに選択を